者への挑戦状が届いているということですね。そうですね、ノースカロライナの方のですね、はい、まあ、つまりアメリカの南部、南東部といいましょうか、あの辺一帯でですね、暴れてるそのザ・トルネード、日本風に言ったら何て言うんでしょう、竜巻男とでも言いましょうかね。竜巻ですね、はい、そういう覆面レスラーからですね、はい、あの覆面世界一を名乗るんだったら俺にもやらせろと、この勝者にやり、あの挑戦したいというようなことを言ってきたんですよね。最強のマスマンですね。この試合の勝者に正式に挑戦状を送するものであります。1947年7月25日ザ・トルネード以上の覆面です。この勝者への挑戦状も来ているそうであります。今放送席にジャイアント馬場選手が見えました。この勝者への挑戦状今届いたところなんですね。そうなんです、昨日来てたと思うんですけど、ね、はい、マスカーこの方が US ヘビー級チャンピオン245パウンドザ・デストロイヤー、ザ・デストロイヤー、ニュー・マスカラスの紹介が行われました。写真も届いてますね。そうですね、はい、なんかものすごく頑丈そうな、いかにも強そうな覆面ですね。そうですね、何時か口と鼻と目しか見えませんけどね、はい、このマスクの中の顔に表情がありますよね、はい、こういったやっぱ表情豊かな選手は非常にレスリングも技もありスタミナもありというのが多いですよね、はい、キャリアを積んだのが多いですよね。さてリング上はミル・マスカラス、ザ・デストロイヤーの一戦であります。ゴング鳴りました。ご存知の通り、ザ・デストロイヤーには足四の字固め、ミル・マスカラスにも数々の華麗な殺人技があります。どうですかね、両者の決まり技というものを予測することはできますか、山田さん。今日の場合ですね、まあ、デストロイヤーは当然ですね、はい、自分の得意技、最も得意とする足四の字固めを狙っていくだろうという推理はできるんですが、実はこのシリーズマスカラスのですね、かなり足四の字を使っているというようなことがありましてですね、非常に推理するのが難しいですね、はい、ただ私この勝負の前にですね、いろんな面から勝負の勝敗の行方というものを推理したときに、どう考えてもやはりキャリアの点でデストロイヤーに 1日の長があるんじゃないかと、その他のもう闘志、お互いのやる気はもう五分と五分、もうテクニックも大体五分と五分、スピードもデストロイヤーこのところかなり増してきているというようなことで、もしやはり差があるとすればそのデストロイヤーの長年にわたるキャリアじゃないかというようなことを考えたんですがね。まあ、昨年の10月この一戦が行われたんですが、この試合ではザ・デストロイヤーの老獪者といいますかね、経験豊かな点がミル・マスカラスを圧倒したと思うんですが、そうですね、結果的にはね、PWF のルールというものをよく研究していなかったマスカラスの不運な負けということですが、やはりそれはキャリアの差だと思いますね、はいはい、馬場さんどうでしょう、両者の今やる気といいますかね、これね、勝負っていうのはね、はい、非常に面白いものでですね、過去にです1回でも自分が勝ったということがありますとね、それがいわゆる本人の自信になるわけですよね。ですから前に立て曲がりなりにもデストロイヤーが勝ったということは、はい、やっぱり本人が自信を持ってると思うんですね、マスカラスみたいに。そういった意味のその何ていうか、その自信っていうものをマスカラスは崩せるかどうかっていうところが問題だと思うんですよね、はい、キャリアも五分五分ですし、みんな五分五分ですからね、はい、その自信がマスカラスにあるかないかということでだと思うんですよね、はい、マスカラスも相当なデストロイヤーへのファイトをみなぎらせて、ね、はい、腕を取りましたザ・デストロイヤー、覆面世界一、これを目指す両者の対決。しかもこの勝者には
トルネードというマスクマンから挑戦状がすでに届いております。今のところゴブとゴブです。そうですね、動きはなかなか両方ともいいですね、はい、今のところ見てますとどうやらデストロイヤーはその接近戦をあえて挑んでるような感じですね。マスカラスに対してあの離れた勝負をすると絵の飛び道具がありますからね。そうですね。いや実はね、はい、デストロイヤーもそのね飛び道具をねマスカラスの使うそのフライングクロスチョクデストロイヤーをやってるんですね、はい、はいはいはい、この前僕は見ましたからね、なかなかあのすごい飛び方だったんですよね。お互いにね自分そのやり合ってるんですよ。そういう意味でもお互いの闘志が燃え上がっている、はい、これは分かるわけですね。もうとにかくねあの相手のね技というものを互いにものすごく研究してるってことですね。しかもそれを他の試合で見せてみる、相手を挑発してるわけですね。そうですそうです。上になりましたミル・マスカラス。デストロイヤーのブリッジでやります。マスカラスが攻めるのはですね、普通の人なら左手を攻めるんです、はい、この人はまるっきり反対なんですね。右からそういう点ではね、デストロイヤーも関空と思うんですよ。なるほどね。今度はデストロイヤーが上になりましたが、またも両者睨み合いが続きます。それとマスカラスでね非常に感心するのはもうどんなに攻められてもすぐ自分が攻める体勢に体を持ってきますね、そういうところは非常に立ち直り方が早いと思うんですね。手を取り合いました。ともに上げながら大いかぶさる。しかしボディシサーズを逆に返しました。ボストンクラブ逆エビ固めの体勢でリングのほとんど中央。デストロイヤーのピンチであります。わずかに及ばずか、逆転しましたがロープにもつれ込んだ両者。デストロイヤーピンチでした。じっくり呼吸を整えてザ・デストロイヤー立ち上がります。左足を取りましたミル・マスカラスの攻撃。足を固めます。何かマスカラス今日は非常に慎重ですね。そうですね、はい、攻め方がね非常にじっくり地味な攻め方ですね、はい。これはやっぱり両方スタミナのあるうちにですね、飛び道具を使ってもしかわされたらですね自分の自爆ってこともありえますからね、はいはい、決定的になりますね。一気にその自分の得意技を爆発させるチャンスを狙ってるんでしょうね、はい、最も有効に飛び道具を出せるチャンスを使うのはどちらの選手か。この辺も久保石さんの味方です。足4の字固めですが軽くかわしましたミル・マスカラス。ちょっとデストロイヤー意外ですね、スライディングベッグシザーズからすぐ4の字狙うというケースは、はいはい、今まであんまりないですね。脅かしですよ。
相手の出方を見るのか、ザ・デストロイヤー早くも足4の字型の体勢を見せました。メキシコには数々の覆面レスラーがおりますが、そのうちでのトップスターであります、ニル・マスカラス。サーフボードに行きました。絞り上げるミルマスカラス、メキシコ流のあばら折りであります、メキシカンストレッチ。リズムですね、非常に攻撃が。そうですね、あのフルネルソン入って、はい、しかもなお足をフックして、いわゆるメキシカンストレッチなんですが、強烈でしょうね、はい。サーフボードからも参りました。デストロイヤーもバックを取りました。サーフボードです。見事に鍛え上げられた筋肉、ミル・マスカラス。サーフボードの攻撃に合います。結局ロープであります。両雄の対決、早くも10分を経過しました。ルネルソン、ボディスターズから。十字攻めに持ってまいりましたが、ミルマスカラス攻勢に出ました。マスカラスとしては攻めるのもうまいですけども、攻めるのよりも非常に逃げるのは早いですね。うまいですね、体が柔らかいですからね。今の技なんかあの逆十字にかなりうまく決まったと思ったんだけど、スルッと難なくかわしてますね。推進します。ヘッドシャーク、相手の攻撃をかわすのもうまい、そして攻撃にすぐ移る体勢に入るタイミングも非常にいい。ミルマスカラス技も多彩です。もう一度倒されました。ザ・デストロイヤー、マスカラスのペースになりましたね。そうですね、今のあのヘッドシダーズツイストなんかでも、なかなか離さないですね。これがあの長く続くとやっぱりスタミナの上で影響してくるでしょうね。そうですね、ようやく股先に行きます。さあデストロイヤー、足4の字固め、しかし蹴り返されました。またも足に行きます。ザ・デストロイヤー油断なく相手の動きを見つめます。見るマスカラス、しかしちょっと動きが止まってますよ、はい、マスカラスに。タックルに行きました。ザ・デストロイヤー不意をつかれた感じのミルマスカラス、エルボースマッシュ一発、相手の腕に見舞いました。ザ・デストロイヤーのエルボースマッシュ、
ビル・マスカラスもパンチを繰り出したようであります。今度はペアの腕スライディングしてレッキザーズに行きました。ビル・マスカラスの攻撃が続いております。足4の字固めに入りました。これは十分分かっているという感じのザ・デストロイヤー、思わず拍手が沸き起こりました。15分経過、60分3本勝負、15分を経過しております。さらに立ち上がらせるザ・デストロイヤー、ボディスラムからロープ最上段か、ロープ最上段に登ったザ・デストロイヤー、急降下爆撃、ニードロップ一発、カウント3、ザ・デストロイヤー一本を奪いました。ヘビー級チャンピオンザ・デストロイヤービル・マスカラスから一本を奪いました。ザ・デストロイヤー一勝であります。やりましたね、やりましたね。あれだけね、あのクロスアタックをね食いながらね、はい、逆転したってところはデストロイヤー大したもんですね。そうですね、鮮やかな一勝でした。2本目が開始されます。夏休みも始まりまして、少年少女ファンいっぱい詰めかけております。ミル・マスカラス・ザ・デストロイヤーの対決、倉持アナウンサーがアンケートを取ってくれました。リングサイドの少年少女ファンおよそ200人、大体7対3でデストロイヤー有利という意見であります。どうですかこのあたり。そうですね、なかなかやっぱりあの少年さんのアイドルでもあるんで、そういった意気込みが大事だと思います。はい、覆いかぶさるザ・デストロイヤー、一気に攻めまくろうという作戦であります。一方ミル・マスカラスもそのままストレートで敗れたのではマスカラスファンの期待に応えられません。マスカラスファンクラブおよそ日本全国で2万人だということでありますが、試合の結果は2対0で間違いなくマスカラスが勝つという予想をつけております。サーフボード、メキシカン流のサーフボード、円形のサーフボードに行きました。これマスカラスはあの足で足を絡むと、はい、もっと威力があるんですよね。逃げられますね、はい、バックしました。デストロイヤーうまく逃げたんですね。デストロイヤーうまく足を絡められるとちょっと逃げられないんですよね、前に出ないんですよ。これでは1本目はザ・デストロイヤーが取っております。どうですか、時間を稼ごう、タイミングを外そうということでしょうか。やっぱりね、あの相手かなりダメージもありますね、はい、腕を絞られるとですね、はい、少し時間を稼いだ方がいいでしょうね。
ロープに飛ばした。ショルダースルーにかけます。ミル・マスカラス、なんか復讐の一年に参るミル・マスカラスを捕らえたザ・デストロイヤー。しかしカウントはワンでやります。でもどうも今のところもデストロイヤー押し気味ですね。そうですね。ねえ、これはイーブンです。これはイーブンです。このままでは膠着してしまいます。レフリーブレイクを命じました。エルボースマッシュ2発。ビルマスカラスを押収しました。コーナーマットに打ち付ける。ミルマスカラスの攻撃をどこでかわすか。ザ・デストロイヤークロスショップ、またも放たれました。足4の字から体を反転してザ・デストロイヤー、これを阻みました。ちょっとデストロイヤーもスタミナなくなってますね。そうですね、動きがちょっと鈍くなったような感じであります。やっぱりね、この暑さですしね、はい、マスクをつけてるってのはもう大変でしょうね。あ、苦痛でしょうね。ええー、それは五分と五分ですからね。ああ、そうですね。ヘッドロックはミルマスカラス。もう一度コーナーマットであります。フロントバレンバスターに行きました。バレンバスター一発。ミルマスカラスカウント2。よく挽回しました。ザ・デストロイヤーの最上段フライングボディアタック。カウントか。カウント3。大きくジャンプしました。ミルマスカラスの挽回。どうしようもない負けですね。これは完全に取られました。もうあのブレンバスター食った時にかなりやられてたんですね、はい、それでね、やっぱりどうしてもね、あの相手のいる方を向いて起きちゃうんですよ。これはもう僕らの習慣なんですね。やっぱりファイティングポーズを取る気持ちが自然にそうさせるんでしょうね。そうなんですよ。逆の方が行けばいいものなんですよね、はいはい、どうしてもね、相手のいる方を向いて立つんですよ。自分から相手に対する絶好の目標となるように仕向けてしまいましたね、うん、はい、まあ、やっぱり敵の罠にはまってしまうんですね。1対1、これでイーブンとなりました。下がった下がった。決勝の3本目の開始であります。ゴング鳴りました。覆面世界一決定戦 US ヘビー級選手権試合、1対1、全く五分であります。絞り上げるミルマスカラス。見事に発達した柔軟な筋肉。またもブレンバスター。入るドライバーに行きます。ザ・デストロイヤーのピンチ、ピンチに追い込まれました。カウント2。辛くも起き上がるザ・デストロイヤー。一方ミルマスカラス、ハイルドライバーを逆に返しました。ザ・デストロイヤー反撃に転じるか。足を固める反転、1回転、
足四の字固めの猛攻から逃れましたミルマスカラス。あれはもう体が柔らかいからあれだけ逃げられるんですね。もうぐるぐる回ってますね。素晴らしい速さでしたね。エストレアもちょっとあの頭を打ってね、なんかフランフランしてるから、はい、まだちょっと、まだあのね、今のブレンバスターもね、マスターズの子が小さいですからね、そうダメージは大きくないと。はい、ボディシャーズ、ウィルマスカラスの攻撃が依然として続いております。1対1、決勝の3本目でやります。足を固めに行く、足4の字か、完成か、いや、どうだ、3、4、連続、足4の字固め完成、ザ・デストロイヤー。クマンスル、ビルマスカラス、しかし立ち上がった、立ち上がっています。もう一度絞り上げるザ・デストロイヤー、足4の字固めの猛攻でやります。足4の字固めの猛攻、まだギブアップしない、エプロンに持ち込みました。凄まじい執念を見せましたビルマスカラス、ギブアップしませんね。よく頑張りましたね。ありましたね。遠エプロンに逃げましたね、はい、これもやっぱりブレイクしないわけにいかんですね。もうほとんど決まった、決定的と思われました、ザ・デストロイヤーの足4の字固め、よく耐えました。試合を捨てませんビルマスカラス。やっぱりこれは執念でしょうね。そうですね、この技にかかってギブアップでは絶対しないって言ってましたからね、はい。馬場さんどうですか。ただね、マスカラスの場合ね、足にですね、やっぱタイツはありますからね、布が、それでちょっとやっぱ有利ですよね。そうですか。しかしダメージあるでしょうね、はい、アドバンテージがあるとしてもタイツ1枚の厚さですからね、ダメージは相当なものがあります。攻撃を繰り返すザ・デストロイヤー、ミルマスカラスの左足への攻撃であります。またも足を抜くか、見事に返しましたミルマスカラス。ザ・デストロイヤーロープにかけますか、場外へ蹴落としたミルマスカラス。ザ・デストロイヤー場外転落、ダメージの回復を図りますミルマスカラス。こうやってね、自分がもう勝ったというような気ができるんですよね。もう自分の防御ということは全然もう頭になくなってきますからね、はい。カウント8でエプロンです。さあどうだ、またもブレンバスターに場内へ持ってまいりました。ビルマスカラスですが覆いかぶさる、カウントは十分、まさに熱戦展開、両雄の対決であります。ジャンプする場外転落、ザ・デストロイヤーまたも場外転落、カウントが行われます。カウントは5、6、7、ようやく場内へ戻りました。ザ・デストロイヤー、ビルマスカラスがオディッションの中盤からフライングボディアップ、カウント2、デストロイヤーもよく頑張ります。
ロープに踏んだ両者クロスチョップの相打ち、フライングクロスチョップの相打ちとなりました。そうですね、これはベストエアこれを研究してましたよ、そうですね、これを自分でやってましたからね、だから相手にやられた時にはこれをやればいわゆる相打ちになるということですよね、計算は相打ちとなりました。フライングクロスチョップデストロイヤーが飛んだ、飛び上がるボディに体が打ち当たりました。今ね、なんかカップの後に当たりましたね、当たりましたね、あのマスカラスは、ね、飛び上がれないんですよ、はい、足を痛めてますね、跳躍力がちょっと落ちていました。なんかすごいジルマスカラス暴れてますね、ギルマスカラスに声をかけます。ジョー・ヒムチレフリー、戦える状況ではないという判断でしょうか。ゴングを要請しました。マスカラスは手をつけますね、はい、いや、やれないっていう合図なのかな。デストロイヤーもその判定を不服としてますね。そうですね、はい、なんかもうずっと抑えて、これはどういうことですかね、マスカラスはギブアップでしょうかね、放棄ですかね、はい、おそらくもうこれ以上試合続行不可能というふうなことじゃないんでしょうかね、急所に当たりましたね、おそらくね、こう抑えてたところね、したんですね、あの偶然のアクシデントですよね、はい、これは、ストライドなので7分25秒、マスカラス試合続行不能で試合続行不能になりましたので、に対してデストロイヤーの本人の申し出により試合続行不可能と本人を申し出ましたので、試合続行不可能、試合放棄ということでデストロイヤーの勝利が今告げられております。これはあの腹の上から水をかけてやらないと、本人の申し出により、あ、やっぱり応急処置しなきゃダメですね、動けませんね。やっぱこういう偶然ってこともあるんですね。いや、ありますよ。しかしダメージは相当に激しかったようであります。マスカラス試合続行不能、マスカラス続行不能で2対1を持ちまして、ザ・デストロイヤーの手当てを行います。ザ・デストロイヤー、ジョー・ヒグチレフリーであります。試合の方は2対1、 US ヘビー級選手権はザ・デストロイヤーの防衛と決定しました。思わぬアクシデントでしたね。そうですね、全くね、同時に飛び上がってデストロイヤーが頭から突っ込んだような形になりましたね。マスカラスの飛び上がりがやっぱり足りなかったんですよね、足をやはり足4の字固めで痛めてますからね、結果的にはデストロイヤーが足4の字を使ったということが勝利に結びついたようなことになっていってましたね、はい、結果としてはそういうことですね、普通のマスカラスならあんなジャンプ力じゃないですね、はいはい、もう1回ぐらい頭を飛び越してね、行くとかですね。しかし盛り上がった後半、思わぬアクシデントによる試合の決着がつきましたが、素晴らしく盛り上がりましたね。いや、なかなかね、やっぱりこれ勝負がですね、どっちかにこうついてもらいたかったですね、はい、そうですね。東京スポーツ井上社長よりザ・デストロイヤーにチャンピオンベルトが贈られました。さらに勝利者大トロフィーが今チャンピオンのザ・デストロイヤーに贈られるところであります。まあ、すっきりした形で、試合の決着がつけばという、まあ、ファンの方々、そういった気持ちでしょうね。どうしてもやっぱりね、選手権試合ですからね、実力が集中してますからね、
無理です、無理っていうか難しいですけどもね、はい、やっぱりとどっちかが勝ちだというはっきりした形で勝負はつけたいもんですね、まあ、僕なんかもよくそう思うんですがね。しかしまあやっぱお互いにね、何としても勝たなきゃならないってことになってね、ガチンガチンになっていってますからね、これはもうやっぱりやむを得ないでしょうね。これしょうがないんですよね。しかしまあデストロイヤー思いがけない結果でした。自身もね、必ずしもこの決着に満足はしてないようだしね、そういったところはね、あのスポーツマンらしくてね、非常に潔いと思うんですね。そうですね。どうぞ通路お分けになってください。依然として立ち上がれません。ミル・マスカラス、まだかなり痛みは激しいようであります。And then I'm taking it back to Mexico to say that he gave the destroyer everything that he could handle in Tokyo, Japan. I give him present.デストロイヤーがミル・マスカラスにトロフィーを贈るということを今決めました。まあ相手を称えてのことでしょうが、いいことですね。そうですね、なかなかね、まあ、いいことですよね。もらった方が嬉しいかどうかということも問題があるんですが、やっぱりね、本人もプライドありますからね、勝ってもらうということになると思うんですよ、はい。まあ、これは本人の受け取り方次第ですからね、はい。まあ、レストランやってこい、非常にいいことだと思いますね、まあ、いずれにしてもこれからまだまだザ・デストロイヤー、ミル・マスカラスは戦わなければならない、相手となりましたね。両者ともに今徳光アナウンサーから情報が入りました、下腹部よりやや上のあたりに痛みを覚えているということ、かなり激痛のようですね。思いがけないアクシデントによりまして US セミ級選手権試合ザ・デストロイヤーの勝利と終わった。